ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて今日は巨大恐竜スピノサウルスの最新研究の復元図がヤバすぎる、意外な狩猟方法が判明、について紹介していくぞ。スピノサウルス。ジェラシックパークの映画見た時に出てきた。あの恐竜すごいわよね。なんかかっこよくて、すごく惹かれたのよ。でも、怖いイメージも強かったけど。でもそういえば、まだまだ謎な部分も多かったわよね。そうなんだ。最初っから波乱万丈で、戦争で化石も破壊されたりもしたが、でも、徐々に色々解明されていってるぜ。今回は、さらに新たな化石も見つかり、さらなる真実も出てきてるんだ。そうなのね、ますます気になるじゃない。それに、脳の情報からも意外な狩猟方法も判明したんだぜ。え、それは、ドキドキしてきちゃったわ。スピノサウルスのこともっと知りたい。早く教えて、マリサ。そう慌てるなって、それじゃ、スピノサウルスについて、新たな発見も含め紹介していくから、ぜひ最後まで楽しんでみてくれ。はい、マリサー早く早く。マリサさんそれじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを、押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。それじゃまず最初に、巨大恐竜スピノサウルスについて紹介するぜ。スピノサウルスは、約1億1200万年前から9350万年前の白亜紀前期から後期にかけて、生息していた恐竜なんだぜ。全長は15メートルから18メートル。体重は 7.44 トンあったんだ。それだけ聞いてても、すごい巨大よね。そんなのが目の前に現れたら。まあ、そうだよな。すごい大きさだよな。生息地としては、現在のアフリカ大陸、エジプト、ニジェールとも言われている。この地帯は、今でこそは乾燥地帯だが、スピノサウルスが生息していた時は、大きな河川が存在していたとも考えられているんだ。へえ、そうなのね。さらに日本にも生息していたんだぜ。そうなの？なんか、その話、信じられないわ。福井県勝山市や、和歌山県広川町山本白木海岸で化石が出てきているんだ。まあなんと、すごいわ。それについては後で紹介するが、日本でも痕跡が出てきているから、確実に恐竜が生活していたと言える。日本で、恐竜の化石が出てるなんて、想像するだけでもワクワクが止まらなくなってきちゃったじゃない。肉食恐竜の中では最も体が大きくて、凶暴とも言われているんだが、これまで、いろんな説が出ているぜ。そういえば、スピノサウルスって彗星じゃなかったかしら？ああ、そうなんだ。徐々に解明されつつあるぜ。それについて次の章で紹介するぞ。お次は、巨大恐竜スピノサウルスは、彗星だったのかについて紹介するぜ。なんか、すごい興味があるわ。あんな巨大な恐竜なのに、彗星で、水の中で生活してたとしたら、なんか、すごく違和感があるわ。でもワニだって大きいものね。ワニと似てるんだとしたら、まあ、考えられるかしら。発見された歯の化石の特徴や顎の構造から、最初は、水辺で獲物を待ち構え捕食していたとされていたんだ。へえ、そうだったのね。じゃあ、どっぷり水の中で、生活していたわけじゃなかったってことよね。はじめは、そのような見解だったんだが、その後の発見で、スピノサウルスの骨の密度が高いことが分かったんだ。それって、沈みやすいということじゃない？ああ、そうなんだ。ペンギンやワニのように、水中に潜って生活している動物たちと、似ていることが発見されたんだ。そうだったのね、なんか、意外だわ。あの巨大な恐竜スピノサウルスが、水中にも潜って生活してたなんて、想像するだけでゾクってなるわ。水中に潜って、魚を取ったりもしていた可能性が大きいんだ。生態に関しては、どこまで彗星だったのかについての議論が今なおされているんだが。それって、結局は、結論が出ていないってことよね。ああ、そうなんだ。でも、彗星で生活していたのが確実だとする研究が、2023年2月に発表されたスピノサウルス科の脳の研究なんだ。でも、この研究結果で、新たに違った内容が浮上した。そうなのね、すごい興味深いわ。初期の半彗星恐竜であるバリオニクスとケラトスコプスの頭蓋骨を、なんと CT スキャンしたんだ。ハイテクな技術を用いたってことだ。CT スキャンしたの？ちょっと、待って、今、スピノサウルスについて話してるのに、バリオニクスとケラトスコプスって、関係ない恐竜が出てくるわけ？まあまあ、落ち着けって。この恐竜たち、どちらもスピノサウルス科で、古くから知られている仲間たちなんだ。それっていうことは、どれもスピノサウルスと同じということね。バリオニクスはイギリスに生息していた獣脚類で、顎と96本の歯を使って水辺の生物や死骸を食べていたと考えられているんだ。それに、前足には、1本だけ30センチほどもある大きな爪があるのが特徴なんだ。全長 7.5 から9メートルで、体重は 1.2 から 1.9 トン。ス
ピノサウルスと比べると、バリオニクスは標準的な体型をしていたそうだ。ケラトスコプスは、ヨーロッパに生息した。スピノサウルスかバリオニクス赤に属する獣脚類だ。どちらも獣脚類だったのね。ああ。ケラトスコプスはスピノサウルスに似ていたとされている。これらの恐竜の脳を研究したら、他の獣脚類とほぼ同じ大きさの脳を持っていることが判明したんだ。そうなのね。同じ大きさだけなら、あまり進展がなさそうね。その結果がどう関係してくるの？今まで、初期の魚食性スピノサウルスの脳が、陸上で生活する恐竜の脳と違うとされていたんだ。なるほどね、脳の大きさが同じってことはすごい発見だったのね。ああ、そうなんだ。さらに、嗅球と呼ばれる脳の匂いを処理する部位が、ケラトスコプスの場合、同じ大きさの恐竜たちとほぼ同じで変わらないという結果が出た。普通、水生化していると、匂いを嗅ぐ必要もあまりないから、嗅球が小さくなっていくんだ。でも、変わらなかった。これは研究家たちも驚いたでしょうね。もう一つは、聴覚でも驚きの発見があった。下嗅管が、初期のスピノサウルス科では、ほんの少しだが、伸びていたことが分かったんだ。え、それって、どういうことなの？低音域が発達していると言えるんだ。要するに、低い音や波長の長い音を聞くのに有利になっていたと言えるんだ。そうなのね。これは、肉食恐竜にも見られるんだが、初期のスピノサウルスが、他の恐竜と同じだった。でも、後期のスピノサウルスでは違った特徴が出たんだ。それって、進化しているってことよね。ああ、そうなんだ。白亜紀前期に現在のブラジルに生息したスピノサウルス科に属する獣脚類のイリテーターを、調べると、広い下顎と狭い頭骨を持ち、目は頭蓋骨より飛び出すようについていた。まるでワニだわ。それじゃ、水に浸かっていても、水面よりも上を見れたんじゃないかしら？まさにその通りなんだ。魚類と小型動物、翼竜を取っていたと思われる。そして、後期のスピノサウルス科ではより高い音を聞くように進化していたんだ。そうなのね。イリテーターの脳が、眼球を安定させるのに役立つようになっていたんだ。その部分の脳が大きくなっていたんだ。すごい進化だわ。眼球が安定しているということは、上から見て魚を捕ることもできるってことよね。そうなんだ。初期の頃は水中で獲物を捕らえるように思考機になると上から捕る。いや、すごいことだわ。だが、この研究に対しての反対意見もあるんだ。脳や下嗅管の違いが死亡時の標本管の年齢差によっても、変わってくる。個体差や視差も影響するとな。なるほどね。それじゃあ、もっと詳しく知るためには、新しい化石が発見されるように願うしかないわね。ああ、そうだな。お次は、スピノサウルスの復元図の変遷について紹介するぜ。スピノサウルスの姿ほど、いろいろ変わったのもいない。姿が変わるって、どういうこと？その当時の発見された化石を元に再現しているからコロコロ、変わってしまったんだ。スピノサウルスの化石はもともと、1912年に発見されて、ドイツに保管されていたんだが、1944年、第二次世界大戦中の空襲で残念ながら破壊されてしまったんだ。おお、なんてことを。仕方ないとはいえ、残念よね。ああ、そうなんだ。スピノサウルスの化石標本がなくなってしまったことにより、研究もなかなか進まなかったんだ。そうだったのね。最初の復元図は、1912年から1970年頃に出てたものだ。最初スピノサウルスが発見された時に復元されたのは鼻の先が細くなくて、顔も丸く、見た目はまさにゴジラだったぜ。あ、ほんとそうね。直立二足歩行なんて、なんか不思議よね。そうだよな。この復元図を見る限りでは、凶暴にも思えないよな。うん、ほんとそう思うわ。この時代は、スピノサウルスだけでなく、他の肉食恐竜たちもこのようなポーズで描かれていたぜ。恐竜の研究自体もあまり進んでいなかったせいだな。へえ、そうだったのね。まあ、恐竜って聞いて、パッと思い浮かぶのも、こんな感じだわ。この時は、まだ頭蓋骨も発見されていなかったんだ。大きさ、体重、アフリカで生息していたことくらいしか、わかっていなかった。そうだったのね。1980年頃の復元図では、四足歩行になっているぜ。でもこの頃は、見た目は変わらなかったそうだ。なんか面白いわね。1996年頃から2014年になると鼻の先が細くなっていて、顔の表情も怖くなっているぜ。あ、ほんとそうだわ。この時は、また二足歩行に戻ってるわね。そうなんだ。前足が短くて、後ろ足が長い。そういえば、この頃の復元図がスピノサウルスといえばでよく登場しているような、ジュラシックパークで、登場したのもこれだったわ。ああ、そうだな。この復元図がよく知られていると思うぜ。前足が短くて、後ろ足が長く、尻尾が細長いだろ。それに、穂の部分が半円状になってるし、鼻先も長いし、独特だよな。うん、そう思うわ。
顔だけ見たらワニよね。1996年に頭蓋骨が発見されたから、このように変更されたんだ。ワニみたいな顔で、細かい歯があった。そして、この頭蓋骨が発見されたことにより、魚食の恐竜だったと考えられるようになったんだ。なるほどね。さっき聞いたバリオニクスと同じと思ったのね。ああ、そうなんだ。2014年から2020年になると、後ろ足が今度は短くなるんだ。この頃に発見された化石によって、ガラッと印象も変わった。この時の化石の発見で、後ろの足が、水中で生活しやすいように、短くなっていたことが分かったんだ。そしてまた、四足歩行として描かれているんだ。二足歩行になったり、四足歩行になったり、スピノサウルスの復元図も忙しいわね。そうだな。この頃では、スピノサウルスが水中を泳いでいた可能性も出てきたんだ。単に浅瀬で魚を捕って暮らしていたのか、水中を泳ぎ回っていたのか、実際のところどちらなのか、この時点ではわからなかったんだ。この時は、まだ、泳ぎが得意だったことが証明される化石が見つかってなかった。この形は長方形に描かれているしな。バショウカジキの背びれに似ていたそうだぜ。そうなのね。泳ぐ時に機能してたんではと言われていたが、この時は、水性なのか半水性なのか、はっきりしてなかったんだ。この時はってことは、この後、解明されたとか？ああ、その通りだぜ。2020年からの復元図は、S 字になっている首を持ち、尻尾も太く、ヒレのようになっているんだ。この時に発表された研究によると、スピノサウルスは泳ぐことができたと結論が出ていたんだぜ。そうだったのね。この時の化石で、尾骨の大部分が見つかったんだ。それによって、尻尾に大きなヒレがついていることが、わかったんだ。それじゃ、水の中を自由に動き回っていたってことよね。まあな。水中生活に適応したことにより、尻尾はヒレのようになり、手足は短くなったと言われているぜ。なるほどね。現時点では、スピノサウルスの姿はこれが有力だな。でも、今後の研究によってはまた変わる可能性もあるが。そうね。こんだけ復元図が変化していったんだもの。この先何が起こっても、動揺しなさそうよ。ああ、そうだな。研究者の努力の結果が見られるよな。ほんと頭が下がる思いよ。お次は、スピノサウルスの背中の帆の役割について紹介するぜ。スピノサウルスといえば、この背中の帆が特徴的だぜ。恐竜の中では、最も高さがあるんだ。そして脊椎から約2メートルの神経棘が伸びている。これすごいわよね。現代の復元図だと、この部分、長方形になってるじゃない。パッと見だけでは、こんな骨が入っているなんてわからないけど、改めて化石を見るとすごいわ。でも、この背中の帆、どんな役割があったのかしら。なぜこれがついているのか、不思議なのよね。そうだよな。この背中の帆についてこんな説があるぜ。一つは体温を調節するためのものとされていたんだ。そうなのね、あれだけ大きな体だと、中の熱を逃すのも一苦労かも。だから、この神経棘が助けていたってことかしら？ああ、そうなんだ。背中の神経棘に帆がついているのは、血管が張り巡らされるもので、それによって体の表面積も大きくしていると考えられたんだ。なるほど、それで、熱を逃しやすくしてたのね。そうらしいぜ。もう一つの説は、泳ぐ時に使うためとされていた。泳ぐためね、それって、魚の背びれみたいな感じよね。ああ、そうなんだ。研究とともに、最初は円形だったが、今では長方形に近いと分かってきたんだ。お魚が泳いでいる時に使っているような働きがスピノサウルスにも起こり、進化したのではと見られる。なるほどね、水中で生活していたなら、そういう進化が起こってもおかしくないわね。もう一つの説は、異性へのアピールではないかと考えられているぜ。プ。異性へのアピールねー。霊夢、なんか呆れてないか？そんなことないわよ。なんか可愛いなって思えて。ははは。異性のアピールのために、いろんな特徴を持っている動物たちも多いだろ。身近なのだと、クジャクだな。そうね。異性に振り向いてもらうためには目立たせるために、必死よね。スピノサウルスも異虫の相手を手に入れるために頑張ったってことだ。ラクダのコブのように、脂肪を蓄える役割があるとも言われた。なるほどね。結局のところ、スピノサウルスの背中の帆の役割は、この4つが考えられるということね。2014年の研究では、この部分には熱を逃がせるほどの血管がなく、骨格は脂肪でもなかった。ぴったりとした皮膚に覆われていたそうだ。ということは、求愛の誘いのためってこと？霊夢の顔がすごいことになってるぜ。だって、なんかすごいびっくりだったんだもの。ははは。帆は水面を泳いでいる動物からはよく見えていた可能性が大きい。泳ぐ時にも飛び出ていたってことよね。ああ、そういうことになるな。水中にいる者たちからは、見えない。じゃあ、水面にいる獲物を取るのには有利ね。
特徴的な背中の穂の話をしたが、脊髄から神経極が伸びてただろ。うん、そうよね、すごい特徴的だったわよね。この神経極、実は背中だけでなく、尻尾の部分にもあったんだ。そうなのね。そういえば、さっきの復元図をよく見たら、ちゃんとあるわね。だろ。ヒレのように太くなっているから水中でも移動しやすかったのではと考えられるんだ。2014年の時点では、スピノサウルスの尻尾は、他の肉食恐竜と同じように細く描かれていたんだが、2020年に新たに尻尾の神経極の化石が発見されたことにより、太い尻尾でヒレがついたようになったんだ。なるほどね。2020年ってすごく最近よね。ということは、今後もまだ、いろいろ新たなことが発見される可能性もあるってことよね。ああ、その可能性はあるな。そう思うと、現在進行形だから、すごくドキドキしちゃうわ。あと何年後かしたら、現在の復元図からさらに違ったものができてたりして。ははは、泣きにしもあらずだが、そんなに変化はないかもしれないぜ。そんなのまだわからないわよ。今後の研究に期待しちゃうわ。お次はスピノサウルスの手足について紹介するぜ。他の恐竜からしたら、短足だったんでしょ？スピノサウルスって、ああ、そうなんだ。前の足も後ろの足も両方とも、短かったと言えるんだ。水中で、生活しているのが理由かもしれないな。そうかもしれないわね。足が長かったら、水の中に行くのも大変そうだし。それに、ワニだって足短いしね。まあ、そうだな。後ろ足は、水の中のような不安定な地面でも大丈夫なように、足の裏が波打っていたそうだぜ。それに水かきもあったと考えられている。波打ったのが歩きやすいの？なんか、イメージが湧かないけど。さらに、前足に、3本の強力な鋭い爪がついてた。これにより、獲物を捕らえやすくなるな。あわあわ。そうね、襲われたら、ひとたまりもないわね。お次は、スピノサウルスの頭骨についてちょっと触れておこう。スピノサウルスの頭骨は 1.6 から 1.68 メートルの長さがあったとされているぜ。そうなのね、それって、ティラノサウルスよりも大きいんじゃ。お、霊夢よく知ってたな。そうなんだ。ティラノサウルスは 1.5 メートルぐらいだったぜ。たまたま、昨日、図鑑で見たのよ。お、そうだったのか。鼻先が細くなっていて、くびれている。これは、ワニがリアルにそっくりなんだ。そうなのね。スピノサウルスはまっすぐで円錐形の歯が並んでいて、魚歯がないんだ。スピノサウルスの頭骨は、世界で、10から20個しか見つかってない。へぇ？その一つが、実は、成城学園東京に寄贈されており、国内で、初めて所蔵されているんだ。そうだったの。さらに、2023年には5日間だけ一般公開もされたんだ。そんなこともあったなんて、ぐぅ。もうちょっと早く知ってたら。そうだよな。間近で見られるチャンスだったよな。お次は、日本国内で見つかったスピノサウルスの化石たちについて紹介するぜ。日本でもスピノサウルスの化石が見つかっていたなんて、驚きよね。ここでも生息してたなんて。ああ、そうだよな。すでに5回発見されているんだぜ。え、5回も？全然知らなかったー。今回は、順を追って見ていくぜ。最初は、1994年に群馬県神流町で、歯の化石が見つかっている。2003年にスピノサウルス類のものとして発表されているんだ。へぇ、そうだったのね。二つ目は、一つ目と同じく、群馬県神流町でスピノサウルスの化石が見つかった。そして三つ目は、2018年に和歌山県湯浅町で歯の化石が見つかったんだ。群馬県で2回見つかって、その次は和歌山県なんて、スピノサウルスもいろいろ動いていたのかしら。興味深いよな。和歌山で発見された時は、すごい偶然だったらしいんだ。そうだったの？この発見者はラッキーね。発見者がみかんを買いに、和歌山県に来たんだ。そこで、海岸に立ち寄って、そこに転がっている石が目に入り、たまたま蹴った。そしたらなんと、え、石が割れて、化石が出てきたってこと？ああ、そうなんだ、すごい偶然だが、スピノサウルスの歯の一部の化石が現れた。すごいわ、でもよく化石ってわかったわねー。発見した人が、常に化石採集をしていて、化石に詳しい人でもあったんだ。だから、気づいたというわけだ。なるほどね、私だったら、蹴っただけでわからなかったと思うわ。普通はそうかもな。でもよかったぜ、新たな化石が発見されて。ほんとそうね。これ3件目よね。まだあと2件あるんでしょ？ああ、そうなんだ。4つ目は、2020年に発表された福井県勝山市で、歯の化石が発掘されたんだ。今度は福井県だったのね。それにしても、どこも、歯しか見つかってないのね。そうなんだが、でも歯だけでも見つかったのはすごいことだぜ。まあ、そうなんだけど、霊夢聞いて驚くなよ。何があるっていうの？
この時発見された歯の化石、18点だ。え、18点も？ああ、そうなんだ。すごい数だよな。発掘者も、嬉しい悲鳴だったと思うわよ。そうかもしれないな。そして2023年1月20日に化石が発見された。これが、5回目ね。どこで発見されたの？和歌山県広川町山本の白木海岸だ。あ、3件目の蹴って見つけた化石があったとこの近くじゃないの？ああ、そうなんだ。ちょうど対岸にあたる場所で発見されたんだぜ。すごいわ、その地域は、もしかしたらもっと眠っているんじゃないかしら。そうかもしれないな。5回目に発見された場所は、約1億3000万年前白亜紀前期の地層からなんだ。え、和歌山県広川町山本の白木海岸にそんな地層もあったのね。ああ、そうなんだ。この時は、歯の化石が4点見つかっているんだぜ。そうだったのね。じゃあ、この地域には多く住んでいた可能性はあるわね。まあ、そうかもしれないな。今回は、スピノサウルスの歯の化石だけでなく、他の恐竜の歯の化石も見つかっているんだ。草食恐竜のイグアノドン類が1点、スピノサウルス類とは別の肉食恐竜が2点、肉食恐竜のスピノサウルス類が1点だ。すごいわ、いろんな化石が見つかっていたなんて、様々な恐竜が和歌山県にいたってことの証明にもなるわね。この時、発見されたスピノサウルスの化石は、今までに見つかったものよりも状態が良かったんだ。それじゃ、スピノサウルスを知るのに、さらに役に立つわね。化石は長さ 1.8 センチ、幅 0.8 センチの円錐形で、この歯から考えると、全長10メートル未満の、スピノサウルスじゃないかと推定されたんだ。そうなのね、すごいわ。多くの化石が発掘できる地層がここだと言える。だから、白亜紀の生態系を解明するためにも、今後も調査をしていくそうだぜ。いやー、同じ日本でこんなことが行われているなんて、ワクワクが止まらなくなってきたわ。今後の研究に期待しちゃうわ。ああ、そうだよな。最後にスピノサウルスが何を食べていたのか、考察してみるぜ。これまでの話をまとめると、スピノサウルスは水の中でも生息し、魚を食べる魚食恐竜と言えるぜ。そうよね。水の中で生活しているなら、そうね。だけど、それだけじゃない気もするのよ。ワニのように同じく肉も食べていた気がするのよね。ああ、実は、その説もあるんだ。陸生動物や死肉を食べていた可能性も大きい。というのも、スピノサウルス科の仲間のバリオニクスの胃の化石から、イグアノドンの幼体の化石が見つかっている。そうなのね。それじゃ、やっぱり。ああ、そうなんだ。魚だけでなく、肉も食べていた可能性はあるな。捕食動物とも言える。なるほどね。両方食べられるということは、食事の幅も広がるし、スピノサウルスにとっては良かったかもしれないわね。ははは、そうだな。というわけで、今回は、巨大恐竜スピノサウルスについて紹介したぜ。それにしても、こんなにもいろんな復元図が存在していたとは思わなかったわ。日本でも化石が発掘されていたのと、スピノサウルスが日本にもいたことも驚きだったわよ。ああ、そうだよな。戦争のおかげで、最初の発見の化石が失われてしまい、研究が遅れてしまったのは残念だったが、それでも、新たな発見で新しいことが分かったことは、嬉しいことだよな。ほんとそうね、あのジュラシックパークで出てきたスピノサウルスとは、最新の姿が違うのも面白いけど、今後の研究にさらに期待したいぜ。うん。そうね、いつかスピノサウルスの頭部の化石見てみたいわ。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。